今日からですね、本格的にトレーニングを始めようと思います。体重60キロ台を目指して頑張ります。支えるだけでも重いかもしれないですね。
水準になってないですからね。まあ、背筋っていうか腰の骨で
腰のこの辺の筋肉でこうサポートしてたようなイメージなんで、あんまりまだ この辺を、なんかね、脂肪がこう詰まっちゃってて、この辺がまだこう動かせないような感じですかね。まずこの脂肪を落とさないと、なんかこの辺の筋肉も増えていかないんじゃないかなっていうようなイメージがあります。お腹が邪魔になってた。そうですね、この脂肪がやっぱり、脂肪ってすごいですね。脂肪って腹筋に力入れてもこう全然こう動かないじゃないですか。すごいですね、そうなんだ。力が入らないですよ、グッと入れてもこう、その脂肪がこう筋の繊維の間に脂肪が詰まってるんで、こう筋肉をこう収縮させることができないようなイメージですね。すごい強力な脂肪というかイメージで言うと、はい。これトレーニング毎日、はい、メニューは分かりました。はい、分かりました。はい、回数きつかったら、はい、怪我すると良くないんで、腕だったりとかは、はい、10が無理だったら5回とかにするのは全然構わないんで、はい、行ける日はやるっていう。はい、あれですかね、逆になんかこういう腕立てとか、まあ場合によって膝つきでもいいと思いますけど、これだったら比較的、膝つきでもいい、なんかいっぱいできるのかなって、こう、でもこれでも効くしてるな。はい、効くじゃないですか。昨日もあの筋肉体操でもやってたけど、はい、限界までやるのがやっぱり一番大事なんで、はい、膝そのつかないでやれるところまでやったら、はい、さっき上がらなくなったから、今度はじゃあ膝つきで、はい、追い込むっていう、はい、それで追い込みましょうってやっぱやってましたよ。これでも結構プルプル来てますね。土下座してるけど、上半身は上げてください。上半身は本当ダメですね。体重は重いんじゃないですかね。うん、体重は重いと思いますね。昔の体重と比べるとやっぱり上半身にもこう脂肪がいっぱいついてるから、その分上がらなくなってきてるかもしれないですね。じゃあそれが上がるようになってきたらまた、はい、違いますね。はい、お疲れ様です。